ご覧いただきありがとうございます。賃貸の正木です。本日は奈良市法蓮町にございますジュネス新大宮にお邪魔しております。こちらお風呂とトイレが別々になったセパレートタイプの単身者様にお勧めできる 1K タイプのお部屋となっております。本日電気の回線がストップしているため一部暗いところがございますがご了承ください。また、マカス君おすすめポイントも登場しますのでチェックしてください。では早速こちらのゆったりとした玄関スペースからご紹介いたします。玄関の方にはですね、こういったシューズボックスがね、あらかじめ備え付けとなった素敵な物件ですね。下の方には傘なんかもね、収納していただけそうですね。で、玄関入りまして、右手の方にはキッチンスペースがございます。一口のガスコンロがついたキッチンとなってまして、下の方には冷蔵庫もバッチリついております。またこちら、マカス君のおすすめポイントの一つ目となっております。棚がね、上下に分かれたタイプとなっておりまして、真ん中の方もね、くぼんでますので、いろんなね、使い道していただけそうですね。シューズボックスとしてもご利用いただけますし、日用品のストックや食器棚としてね、ご利用いただくのもいいかもしれないですね。使い道が豊富な、便利な収納です。で、こちらがお風呂と洗面スペースとなっております。その隣の方が、綺麗なね、洋式のお手洗いがございますね。そしてお部屋がこういったタイプとなっております。今もねお日様が当たる非常に、ね、日当たりのいいお部屋となっております。収納スペースがねこちらには充実しておりましてかなりねワイドなタイプの収納となっております。ハンガーパイプの方もバッチリ通っております。でこちらバルコニーとなってまして洗濯物をねこちらの方で洗濯機をね置いていただける仕様となっております。こういったね眺望も素晴らしいおすすめのポイントとなりますね。で最後にマカス君からご紹介がございます。賃貸の正木では学割キャンペーンやネットワークサービスその他各種サービスを実施しております。奈良のおもてなし奈良心賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。